この週末も気温が高まり、仙台市でも桜の開花が進みそうです。仙台管区気象台では午後3時ごろ、職員が敷地内にあるソメイヨシノの標本木を確認しました。見た感じ2割3割2分3分ぐらいと思われます。昨日今日と割と暖かかったんですけども、意外と、進みがゆっくりだなという印象はありますね。満開の基準である8割以上の開花には至りませんでしたが、この週末は気温が高まることから開花が進み、来週には満開が予想されるということです。綺麗だし、ピンク色特徴。結構もう咲いてるので、非常に綺麗でいいと思います。咲いてほしいですね、天気のいいうちに。こちらは仙台市内の桜の名所、青葉区の西公園です。場所によっては2分咲きほどと咲き始めたばかりですが、穏やかな陽気に誘われてすでに多くの花見客でにぎわっていました。会場では今週月曜日からライトアップが始まっていて、午後10時まで行われています。